やっぱけしからんな。はいどうもおはようございます。今回はですね、死者の更新極むずの方を挑戦したんで、よかったら見てください。じゃあ早速参りましょう。こちらはですね、もう全然もうチキってやらなかったんですけども、今回ね真面目にやろうということでやりました。で、立ち回りとかはね全然一回ボロ負けして、そうすぐやめちゃったんで、まあ、最後まで行ってないんで、どう言ってあれなんだか覚えてないんですけども、まあ、自分なりに頑張りましたと。一応ね、アイテムの方も使って全力で頑張りましたということですね。で、最初の方は基本的にラーメンばっか出してました。はい。で、お財布に余裕ができたぐらいに、貝かな。うん、今回の戦略としてはね、まあ、貝の方はね、生産スピードがね、速いっていうのと、まあ、前回に引き続きね、貝ちゃんまた登場ということで、まあ、この可愛さに勝てるものはいないね。ただ単にね、前回すごい気に入りすぎて、今回も使いたいということで、書いてみました。デビューのね、なんか最適とか全く調べてない状態で、とりあえずこんな感じでいいかなって思ってやったんですけど、なんとかね、最後まで見れば分かる結果となりますね。で、まあ、ムートの出しどころは多分ここじゃなくても、もうちょっと後でもよかったかなとは思ったんですけども、けどね、ここまで長引くとは思ってなかったんで、すごい焦りながらやってたんでね、すぐピャッと出しちゃって、ね、そうですね、まあ、ムートはすぐやられちゃったんですけども、でも一応ニャンコンボ使ってあるんで、まあ割かち HP の方はみんなね、高めだと思うんで、持ちこたえてくれたのかなって思ってますね。やっぱ多分ニャンコンボ使わないとだいぶ厳しいのかなと思います。で、ここでちょっと HP じゃねえ、音量がちょっとね、なんかなぜか知らなきゃ切れちゃったんで、別の BGM 多分入れてると思うんでよろしくお願いします。そうですね。大体基本的に貝がやられるときに、まあ、また新しくね、貝が出せるんで、うまい具合に循環ができてるかなって思いました。で、基本的にはもうずっとラーメンは出しっぱなしっていうかもう出すって感じかな。で、ここで貝ちゃん2体目ですね。わりかしいい感じですね。順調かな、ここの場合は。で、そう、うまい具合に来る頃に貝ちゃんやられちゃうんですよね。で、ゾンビと天使がね、まあ、ごっちゃってもないけど、交互に多分出てくると思うんで、そこはうまくね、ちび猫島だったり、天使の場合は飾り像で、うまくね、やりましたね。まあ、わりかし、ここら辺まで来た時には、あ、これいけんじゃないかなってちょっと思ったんですけどもね。ここまでいけるとは思ってなかったんで、びっくりです、正直。やっぱりね、立ち回りが本当に、ちゃんとできれば勝てるんだなって思いましたね。はい。こんな下手くそな俺でも、頑張れるんだなって思いました。で、あとはそうですね、取り巻きがここら辺も全然いなかったんで、もう やり放題ですよね、基本的に。そこはありがたかった。で、ちゃんとね、ノックバックの方もしてくれたんで、そこはね、良かったかなって感じがしますね。で、どうなんだろう、ニャンコンボ使わないとミュートって1回でやられちゃうんかな。一応、まあ、ニャンコンボ使ってあるんで、1回持ちこたえてるんですけども、そこはちょっと分かんないですね。はい、ここね、ムートさんもやられてしまったと。割とね、天使の方もめんどくさいんだよね。結構 HP 高かったんで、びっくりですね。一応ね、これを機にね、ラーメンの方も、ちゃんとレベル40までしたんでね。で、ここでそうですね、自分のところがね、なかなかスカスカになって、あ、やべえと思ったんですけども、なんとかカイちゃんがたどり着いたということで、ね。はい、ここで勝ちました。で、復活の方はするんですけども、まあ、うまくね、ここに入り込んだんで、まあ、あとは問題ないかなと思いました。あ、復活するまでどれくらいかかるんだっけな。でも復活しても HP が多分 10% ぐらいしかないんで、まあ、すぐ多分ムート出せば倒せるぐらいだと思うんですけども。まあね、ここで勝ちましたと。問題なくクリアできました。いや、本当にね、勝ててよかったと思います。いやー、嬉しいですね。じゃ早速ね、猫ストーンの方をゲットしてね、ちょっと使いたいと思うんで、頑張りたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またね。